は1時10分になっています。さあここからはもう一つの綾部、知って遊んで海の京都、綾部のうまいもんおむすびについてのお話伺ってまいります。今日もゲストには海の京都 DMO 観光地域づくりマネージャーの井田真一さんと、そして今日は大島カーサービスのハッピーちゃんの専属マネージャーでいらっしゃいますチーミンさんにもお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐賀さんとともにお話伺ってまいります。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。今日ね、特に若い元気なお二人で、はい、ちょっと圧倒されてませんね。はい、はい、よろしくお願いします。綾部のうまいもんということで、綾部結びのお話伺ってまいります、はい、それでは早速なんですが、井田さんにまた前回5月から1ヶ月経ってますので、うん、綾部結びの進捗状況をお聞きして大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。お願いします。はい、ではですね、綾部結びの進捗状況としましてですね、先月の時に、まあ、二の国祭りの件を言わせてもらって、はい、まあ、青年会議さんとか、あと市民の皆さんもたくさん協力していただいて、綾部結び PR できたんですけど、はい、最近の動向としては、あ、うちとこもゆうづきいう店で、おむすびの方の協力店をさせてもらってるんですけど、はい、まあ、新しい話で言うと、昨日ですかね、その海外の、旅行のガイドさんが2人と、あとガイドさん3人来られて、で、まあ、完全に、まあ、ガイドさんがおられたんで英語どうにかなったんですけど、まあ、その方たちが来て、まあ、綾部の、まあ、お食事された良さとか、まあ、おむすびも食べられたり、海鮮も食べられたりして、まあ、そういうふうなニーズが綾部にあるんだなってことを、まあ、うすうす感じている中で、はい、さらに、まあ、ゆうづきの話になっちゃうんですけど、おむすびのツアーっていうのを旅行会社が組んでこれてたんですよ。今月で2つ入ってます。はい、やり方としては、綾部結びを、食べに行くツアーを組みますと。ということで、予約を取りたいんですけど、何日の何日かがですかということで、まあ、2日間と思うんですけど、はい、それで、まあ、30人のツアーを組みたいと思ってますので、今から募集しますということで、まず1個目。30人。そうです。1個目の募集。今されて、もう30人埋まりましたということで、ほで、はい、次もう一つのやつ、今20人まで来てますということで、もうそれもすぐ埋まると思うんで、やっぱりそういうニーズがこの町にはあるし、このおむすびっていうのはやっぱり効果が高いなと僕は実感しています。なるほどね。で、はい、今後、まあ、そういうことで、まあ、例えばこの間もちょっと話したんですけど、藤田さんとか、まあ、ゆうづきとかは、はい、綾部結びっていうのをもうメニューに前面に出してるんですよ、はい、っていうところはやっぱり売れてきてるし、まあ、まあ、綾部結びってそもそもいつもの普段のままのおむすびを出してくださいってことなんで、普通のメニューに書いてあるっていう状態も要件あるんです、はい、の場合は特に売り上げがすごく上がっているいうニュアンスはうっすらしかないんですので、できれば各店舗さんが綾部結びっていうメニューをしっかりと提示して、ステッカーも貼ってあるんですよ、綾部結びを食べれる店って、ね、はい、そこを来て綾部結びこうやって食べれるんだなと思ってメニュー見た時に、おむすびは書いてないけど、それが綾部結びかどうか分かんないというところで、おそらく波及がもう一つなんだなと思ってるんです、はい、なのでできれば各店舗さんがおむすびの綾部結びのメニューを出してもらえたらいいんやけど、なかなかそこまで皆さんに協力してもらうのも悪いしと思ってるんで、まあ進捗状況というか、今その中会議の中で話しているのは、やはりこのおむすび事業をしている、まあみんなでやってるんですけど、中でやっぱり一つのパッケージとして各店舗さんのメニューをちょっと小さいサイズで作って、そのお店はこんなおむすびだよと、で裏めくると、まあ綾部今やったら17店舗かな、はい、出てるんですよ。17店舗すべてのお店のおむすびの写真があって、こんなところで食べれるよみたいなのを、まあ、動かしてもらえたら、みんなで宣伝することになって、はい、やっぱり綾部っておむすびの美味しい町だよなとか、例えば今回みたいにうちとこにこうツアーで来られた人も、綾部のおむすび美味しかったわと、うん、他にもなんか17店舗あるらしいんで、また友達と来るねとかいうふうな広がりを見せていったらいいなっていうふうに考えてます、はい、で、まあ、そういうふうな動きをするために、まあ今申請中なんですけど、農産漁村金の申請というものをしています、はい、でまたこれはまあ、今した方がいいかな、まあ、おむすびだけじゃなくて、まあ、やっぱ綾部に来てもらって長いこと
滞在してもらうっていうのがやっぱ綾部にお金が落ちるポイントなんで、そうですね、で綾部で どうやったら長く滞在するかっていうと、この最大の課題は宿泊施設が少ないことなんですよ。あ、まあ、しかもね、宿泊施設と言うてもやっぱりこの綾部の良さを体感できるような宿泊施設がいいなと僕たちは考えているんで、はい、もう一つの課題である綾部って空き家問題がすごいんです。あ、はい、でもその中にはすごい価値の高い、見方によれば観光として価値が高い山奥にある一軒家とか、はい、なんかあの合掌造りだけど昔ながらの、うん、あの藁みたいな家とかは、そう、ああいうのは逆に価値が高いと思ってるんですね。はい、なのでまあ今まさにそれをなんとか、宿泊施設に変えれないかと、いわゆるあの人が住んでいない状態なんだけど、うん、それをまあ別荘みたいにしたり、またはそれを借り入れしてそこを仮に住んでもらうような、きちんとした綺麗な、まあ、家、そこで田舎体験をしてもらえるような状況を作ろうと今動いておりますっていうのをしたいし、また今まさに農家民泊さんがそういうことで、うん、農家民泊さんってやっぱりああいうの好きな方がアイターンとかで来てやってもらってるんで、はい、畑仕事もしてそこで住んで、まあ、よそから引きたかったなんで、例えば朝霧がすごく綺麗だなとか雲が綺麗だよとかいうのを僕ら以上に感じてんやと思うんですよ。でそれを知りたくてやっぱり海外の人とか都会の方は来られるので、はい、そういう体験をしてもらうための建物、ただしそこは人がいないんで、やっぱりその農家民泊さんやったら一緒にやってくれないんです、でも人がいない、それをなんとかいないところに泊まってもらってもあるところに電話して、例えば農家体験したいんですとか、どこどこにお弁当でおむすびを持ってあのトラッキング、はい、山登りしたいんですって言うたら、はいはい、それについてきてくれるガイドさんを養成していこうと考えているんです。それいいですね。まあ、ちょうどあの前も来てもらったクチューさんが英語も喋れるんで、はい、クチューさんガイドもできるんです。でそういうクチューさんみたいな人を2、3人ぐらい育てれたらいいなと思ってて、そういうふうな団体を立ち上げるための活動を今年度はしていこうと思っています。計画がちょっと大きい。そうなんですよ、大きいんですけど、ちょうど今、ね、テレビでな、はい、あの当時の一軒家とかでよく やっとるやん、ね、あれを拡大していってやるのが、まあそうなんですけど、ただねこれって難しいんですけど、うん、皆さんもそうなんですけど、っていうかみんなでやらなかったんですけど、はい、1人とか1事業者が一生懸命やってもやっぱり体制って取れないんですよ。やっぱりこう観光地域づくりになったら食べ物もいるし泊まるとこもいるし交通手段もいって、みんなで協力してみんなでその海外の人は旅行者を受け入れるっていう気持ちを持ってしてやらなかったら、ある人が頑張ってやってもどうにもならないんで、そういうことを今含めてこのもう一つの綾部のこのラジオでは、いろんなゲストの方が今こんな風な協力してもらってるよとか、こんな風に考えてるとか、それぞれの業者さんとか個人がこんな風な街になったらいいのになと思うようなことの、なんて矢印をみんなでこう集めて一本の太い線にしていくための活動でもあるんで、まあ、そういう意味で、まあ、おむすびは一つ分かりやすい話としてさせてもらいましたけど、この海の京都の活動はそういうことを全て特化しているので、はい、またあの今日の話の中でしていきたいと思います。まあ、そんな感じです、はい、今月は。ありがとうございます。なるほどね、はい、そして今日のゲスト、4月5月と、4月5月はその綾部むすびを提供されている、お店の方にご出演いただいたんですけれども、うん、今日は大島カーサービスハッピーちゃんの専属マネージャーのチェミンさんということで、はい、こんにちは。こんにちは、はじめまして。よろしくお願いします。はじめまして、はい、大島カーサービスさんって綾部結びに協力されてるんですか？はい、大島カーサービスさんのハッピーちゃんはですね、なんとものすごい協力をしていただけるという、はい、ゆるキャラ、ゆるキャラです。はい、はい、それでですね、今までの活動でいくと、はい、例えばですけど、そうですね、綾部温泉さんがこの間リニューアルオープンされた時に、はい、綾部むすびを、キャンペーンで配ったんです、2日間にわたって50個、その時ハッピーちゃん行ってもらって、そうですね、綾部むすびを手渡しで、そしてその時フォトコンテストしてたじゃないですか、はい、フォトコンテストの写真をハッピーちゃんと一緒に撮ってもらうという活動をしたり、あとはまあこの間の二の国祭りの時とか見ました。そうでしょ、佐田さんもご覧になりましたよね。ハッピーちゃん歩いていましたね。ハッピーちゃんを見た。ここはずっとおったんだよね。はい、ありがとうございます。
ございます、はい、ハッピーちゃんはパレードに参加して、しかもよく見たら背中にですよ、うん、綾部娘の看板を背負うという異業な人が流れるんで、はい、はい、握手してへんやろか。握手したんですか、ハッピーちゃん。どうだったよ沢田さんね、クラフトの屋台出してはりましたからね、この西町焼いたの。そんな形でもういろんな形、まあ、それとか、まあ、ティッシュペーパーをですね、大島カーサービスさんと、うん、おむすび、綾部結び兄弟のキャラクターを印刷してもらったポケットティッシュをこうやってもらったりして、はい、本当の綾部結びの、宣伝というか広めるに多大な貢献をしていただいているという形なんです、ね、そうですね、はい、さらにですね、まあどこまで話したいんだろう、これまださっきか、そう、以上です。ちょっとネタバレしてはいけない。はい、どうですか、専属マネージャーさんとして、はい、そうやってあやめ結びを広めることにいろいろな活動をされておられて、その反響というか手応えというか、はい、あやめ温泉さんで、おにぎりをプレゼントさせてもらったときに、そのおっしゃってたように、うん、フォトコンテストがその時やっていたので、たくさんの方に記念写撮影を一緒にしてもらったんですけど、皆さん喜んでお写真を撮っていただいてですね、うん、もう嫌っていう方なかなかおられなくて、あ、記念になるならって言って、うんうん、でやっぱり皆さん綾部に対する思いが強いんですね。綾部がもっと盛り上がっていったらいいなっていう、その協力体制があったからゆえに、ああやって写真記念撮影も嫌がらずに皆さん記念撮影撮ってもらって、うん、でそれを綾部結びさんのホームページだったり、もしかしたら弊社のどっかのホームページに載せさせてもらってもいいですかって言ったら、あ、全然喜んでっていうことでご協力いただきましたので、はい、やっぱり地元愛が強い方なのかなというふうに感じましたね。さらにですよ、これ今からちょっと変な話しますけど、大島カーサービスさんっていうのは、はい、まあ車屋さんじゃないですか、はい、そんでまあこの海の京都の綾部会議っていうのが、まあ、毎月してるんですけど、もう先ほども言いましたけど、まあ、食の分野、それから宿泊の分野で、もう一つ大きな課題がこの綾部にはあって、綾部っていいとこたくさんあるんですけど、うん、広いでしょ、うん、神林の釈迦とか三つ又とか最高にいいですけど、あそこまで行くんって綾バスでかろうじて行くんですけど、うん、もし海外の人が降りてきて釈迦行きたいなとかだったらもう行けないんですよね、うん、車がなくて、うん、で誰かレンタカーとかしてくれちゃったらいいなみたいな話を会議中にしてて、うん、はい、まあ、大島さんのところ駅前にあるし、はい、とか思って、なんとなく、レンタカーサービスしてもらえませんかって言うから、なんとしておられましてですね、全然気づかなかったんです、僕たちがね、はい、でやっぱりでも僕たちも気づかないっていうのはちょっとあれやなということで、うん、まあちょっとその中で話させてもらったのが、特に今後、今はまだなんですけどね、海外の方が綾部にたくさん訪れるために今やってるんで、訪れた時にレンタカーさんとして対応してもらいたいということをお願いさせてもらったんですよ。それでまあ今の現在綾部の場合はまだ旅行客は少ないんですけど、はい、実際には平日はRE さんとか駅前のビジネスホテルさんはもう満杯で、そうみたいですね、全然足りなくて福ちゃんまで行ってる、ただ土日は空いてるんですよ。なぜかというと観光客がいないからっていうことがあって、あ、そうか、そう、ただビジネスの人が来たとしても、はい、工業団地まではどうにかしていかなかったんですよ。で僕もまあ夕月で送迎する時も大体RE ホテルに寄って、はい、まあ、駅前のホテル何かしか寄って、はい、それからこういう団地さんの会社さんによってうちの店に来る、そしてご飯食べてもらって最後ビジネスというのを送るっていう過程を組んでるんで、絶対そのレンタカーとりあえずまだ海外の人が来られるまででも、はい、だけど工業団地さんとかビジネスホテルさんに対して営業されたら、うん、おそらく僕はレンタカーの需要っていうのがあると思うという話をちょっとさせてもらって、ぜひそういうふうなことで慣れてもらうとか、まあ営業してもらって、もっと看板もバーンと出してもらったら、駅降りた時に、まあ、海外の人じゃなかったも、うん、レンタカーがあると思って、うん、安心してこの綾部に遊びに来てもらえる体制が取れるんじゃないかな、なるほどな、思って、うん、
ってるんで、その風な協力をぜひしてもらいたいんで、綾部市民の皆様も何かあったらレンタカーを借りてほしいと思うんやけど、別に綾部の人は車持ってるじゃないですか。だからレンタカー借りることないと思いきやですよ、なんと大島カーサービスさんのレンタカーをですね、引っ越し用サービスレンタカーみたいなのもあるんですよ。あ、そう。なんかね、僕もこれ借りようかなと思ったんですけど、軽トラックとか2トンダンプクラスの方が屋根がパコッと開いて、もうお子さんとかが大阪行かれるとか、なんかそういうのがあれば荷物積んで運べるようなものをありがとうございます。よく存じますね。めちゃめちゃ知ってる。ありがとうございます。そういう風に使ってもらって、大島カーサービスさんっていろんなレンタカーあるらしいよとか、お友達が会いに来た時とかね。あ、なるほど。はいはいはい。ホロ付きレンタカーって言うんですけど、ホロがついている。もっともっと宣伝してください。知らなかったです。知らなかったですね。雨も引っ越しも安心ですよ。そうなんです。ただこのホロ付きレンタカーが借りられるのはですね、福知山店と舞鶴店だけになっちゃうので、どうしてもそこまで取りに行っていただかないといけないということにはなってしまうので、綾部の使ったら綾部にもある。そうですね、もっとそう皆さんがもっとね使ってくださったら綾部でも利用できるんだと思います。はい、ありがとうございます。そういうことやな。やっぱり需要と供給のバランスっていうのがあって、やっぱりこう最初にみんながいろいろ用意するのもいいんですけど、用意してそれが伴わなかった時にみんなが損をしてしまうことがあるので、やっぱり同じようにみんなで一歩ずつ踏み歩いていきながら観光地域づくりを作ると、いつも言ってるように、まあ海外の人が8人泊まりに来ると、アイブの赤ちゃんが1人、まあ、人口が1人生まれると同じ122万円の経済効果が生まれるので、本当にもう5万8000人か、もう今年やったらもう6000人も7000人も超えてくると思うんです。もう倍を狙ってるんで、その中でなんとね、アイブは740人しか泊まってないよ。せめて1400人したら、なんとですよ、700人増えるっていうことやで、ちょっと分かりにくいでも800人したら、800人にしたら8000円ですから、80人の子供が生まれたのと同じ効果が生まれるんですよ。それだってたったの1400人で5万何人来たのに1000何人、まあ以上ですけどね。じゃあこれからもますます大島川サービスさんもいろいろな、ね、事業を展開される中で、またこの綾部結びの PR にもご協力いただけると、いうことでお願いします。それでは時間の方もだいぶ迫ってますので、最後井田さんからまとめてください。市民への呼びかけ、わかりました、今後の展開ということで。なるほど、はい、ではですね、ちょっと何も言わなかったですけど、そうですね今日というか、今綾部結びソングっていうのが、オープニングでも流れてたんですけど、あれって市民の皆様にこの綾部っておむすびが美味しいよとか、お米が美味しいよ、またはこのインバウンドについて海外のお客さんを誘致して景気を上げたいよと思っている活動を知っていただくための曲なんですけど、今まさに徳山館さんと蔡山館さんと、フレッサ島さんと、アスパ佐藤先生が流れてるって言いましたけど、もう少ししたら松本さんでも流れる可能性が出てきてますので、そんなもう森本ファームさんとか一生懸命PR してもらったりして、お米松本さんでも買えるようにしてもらおうと今動いてますので、まあ市民の皆様に今回お願いすることとしては、綾部のお米を食べて、ほんまに綾部のお米って美味しいなってことを実感してもらいたい。それから、まあ、綾部結びソングのこともちょっと聞いてもらって、やっぱあえて市民の要望で佐藤グループさんとかも覚えてやすかいに、あの歌いいですねって、まあ去年ってこの間も言いましたけど、それとか、まあこうやって協力していただいている、まあ大島カーサービスさんってそもそも福知山の業者さんなんですよ、はい、で綾部店も舞鶴店もあるんですけど、まあ、こうやって隣の町っていうとも七種町の中に福知山も舞鶴も入ってるんですけど、みんなで協力して、こう景気を盛り上げていきたいんで、まあ、大島カーサービスさんの今のなんていうの、お引越しのレンタカーとか借りてもらったりして、みんなでこう協力しながらいい街を作っていきたいと思うんで、17店舗ある飲食店にも食べに行ってもらいたいし、はい、とにかく綾部の良さをみんなで再確認していただきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました、はいはい、以上本日のもう一つの綾部、知って遊んで海の京都、綾部のうまいも、綾部結びについてお話伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。